んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは自分を腐すのをやめるです。いつも自分なんてと言って自分を腐す人がいますよね。大したこともやっていないのに、まるで大失敗をした人のようです。よく考えると人に自慢できるようなことをしたわけでもないですよね。こういう人たちは自分を腐すことによって頑張るのを避けているんです。怠慢で面倒くさがり屋なんですね。もちろん頑張る人も自分を腐すことはあります。でもそれは一時的なことで、すぐにでも頑張るぞと気持ちを切り替えるんです。それは自分が目指しているものがあって、そのために頑張るぞと決意ができているんです。それに対していつも自分を腐す癖のある人は絶対にやるぞという決意ができません。それは何かトラウマ的な問題があるわけではなくて、ただ面倒なんです。ストレスは嫌、責任も取りたくない、ただそれだけなんです。決意ができない人には人生の面白さは見えてきません。決意のいらない適当にできることばかりやっていては、機械的に生きているのと同じです。だから自分の人生がつまらなくなって、映画やテレビの中の世界で感情を動かすものを求めるしかなくなります。あなたの人生を面白くするのはやる気です。それを自分でちゃんと決意して作り出すと決めましょう。ではいつものように目を閉じて6歳の子供の自分をイメージしてください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたはいつも自分を腐しているよね。自分なんかダメだ、自分なんかどうせやっても無駄、自分なんか大した人間じゃない、そしてため息をついているよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。何かやろうとしてもすぐに人と比べたり、ちょっとした失敗を思い出して自分なんかダメだって言ってため息をつくから、結局何かを始めたくてもやる気が出ないんだ。本当はあなたは自分を腐していることで挑戦することから逃げているよね。全力を出して頑張ろうとしない理由をつけているだけだよね。それが面倒なんだよね。だから何も決意できなくて行動しないんだよね。自分を腐していれば思い上がるのを防いで大きな夢を持たずに済むとか、ちょっとした失敗も反省しているように見えて居心地いいんだよね。身の程を知っているような顔ができるよね。そして自分が何か大きなことをやり出すのを止めているんだよね。だって自分にはできない、自分なんて才能ない、そう言っているけど、それはただの怠慢なんだよ。全力でやらないでおいて才能や実力が生まれるはずはないよね。人生はたくさんの可能性があるんだよ。そのまま夢を持たずに可能性を潰してしまっていいわけないよね。生まれてきた意味がないよね。あなたの人生には意味があるんだよ。だから自分を腐して希望を潰して生きるのはもうやめて、全力で何かに取り組むと決めなさい。そして何かを始めなさい。知識がなければ素直に周りから学びなさい。忍耐がなければ自分で自分を励ましなさい。ぼーっとしていないで
自分をちゃんとしつけなさい。最初から実力がある人なんていない。実力がなければそれを身につければいいだけのことだよ。だからしっかりと地に足をつけて頑張りなさい。できるよ、できる。あなたにはとても大切な人生の目的があるんだからね。